ルーベン・スタッタードルーベン・スタッタードは、アメリカの記録的人気を誇るオーディション番組、アメリカンアイドルのシーズン2の優勝者で、R&B シンガーである。その大きな体と人柄が愛され、ベルベットテディベアの愛称で親しまれる。教師の両親のもと、アラバマ州バーミングハムに生まれる。若い頃から、地元の教会でゴスペルを歌っていた。 アメリカンフットボールの選手として、奨学金を受け、アラバマ A&M 大学で学んだ。2002年に、地元、バーミングハムで活動していたジャスト、A few Cats という名のバンドのシンガーとして、活動を開始し、ここからシンガーとしてのキャリアを歩み始める。2003年には、オーディション番組、アメリカンアイドルに、出場、審査員で、R、R&B シンガーのグラディスナイトから、 絶賛されるなど、注目の的となる。最終選考では、2位のクレイエー券に勝利し、2003年にデビューを果たすと、デビュー曲、フライングウィズアウトウィングスを、翌2004年には、ソーリー2004をそれぞれヒットさせている。ありがとうございます。